三枚岩先生です。土曜日になりましたね。土曜日午後ですね。で、半枚岩先生のね、このインディケーターをまたバージョンアップしましたけども、見やすくね、今このシグナルのね勝率は 93.8% なんですね。で、この1回の平均ピップスの利益、これがあの判定、これ判定ですね。これ勝ってるわけですね。シグナル出てる、これもこんなに勝ってるわけですね。その平均が 93.1 ピップスで、全体の勝率はね、このシグナルはあるわけですね。93.8% ってすごく高いですね。ね。実際投資するとコンピューターの判定ですと 68.9% なんですね。その勝率が 93.8% なんだけど、実際ね投資すると 68.9% しかないそうです、ね、でこれはね休みで、ね、朝5時から9時までの休みのサイクル、これもそうですね。で、ここにシグナルを置いて、ここで判定、赤点でね、なってます。で、この全体仮定は 93.8% であると。で、金曜日で終わってるんで、休み入って止まってますけど、黒くね。この、分析の方の、こっちの方じゃなくて、時間ですね。分析の方ですけど。で、68.9% なんですよね。これも出てね、全部で7で1週間ねで見たんですね。で、これが16個出てるんですね。シグナルが合計これ16個出てます。これね買ってますでしょ。ここに16個出てます。これ買ってる買ってるね、これ買ってるね、ほとんど買ってますでしょ。このようにね、93.8% なんですよ。すごいでしょ。これはもう曜日が過ぎてるんでないでしょうね。ここまででしょうね。ここから始まったんですよね。1週間前ですから。で、このシグナルを出てから13分後判定しますよってやってる、この点はね。この設定値を長くする、いろいろ自由にできます。5分もできますね、分析方法ね。ここの調整すればね。で、全体でこのシグナルは16個出てまして、そのうちそのこの勝率はこれ1回ぐらいしか負けてないんでしょうね、16回のうちね。93.8% であるんですよね、こういう違うね。下から上は多いですね。ここは上から下ね、上から下ね。で、93.8% なんですよ、この1週間。で、今後このシグナルが出ますでしょ。そうすると投資しますと 68.9% ですね。実際ね、稼げるのは 68.9%。 だから A でこれ、ハイアンドロー社は80何%ですから、A がね、少ないと 68.9% だと稼げない場合があるわけですね。これもかなりきついですね、利益はね。このようにね、実際のね、私が言ってんのはタイムマシン関数というのを発明しましてね。タイムマシン関数というのを発明して、今後の稼ぎの、パーセントっていうかね、タイムマシンに乗って乗ることができまして、見ることができるようになったんですね。これはタイムマシン係数っていうのを僕は発明しまして、世にね。モブル賞どころじゃなくて、
タイムマシンを発明したんですね。分析外科のまあまあ聞いといてね、タイムマシン関数というのを作り出したんで、ね、現在の勝率は 93.8 って分かるでしょ、ね、1週間前からの分析ね、こういうシグナルでね。で今後は読めるんです。私の場合はタイムマシンを発明しまして、外科のねタイムマシン、今後の前をね見に行っちゃうんです。ズルしてめんどくさいからタイムマシンを作っちゃったんですよ。それでね、この先は 68.9% でこのねシグナルで勝てるそうです。すごいでしょ。でそのタイムマシン係数が働いて分析ができるんですけど、まあ一応先のことをタイムマシンでね機械に行かせるんですよ。危ないから。で機械に先に行かせて調べてもらって帰ってもらうんです。帰ってきてもらうの。それで出たタイム関数係数というのは 68.9% なんですね。これは上の生物じゃないと作れないと、ね、未知の人間よりか知能が高いものがね、そうこういうふうに作ってるわけですね。私本物の実力で人間の上の生物なんですね。で今後の稼ぎはここに出てます。概略というか、まあ大体こんなになりますよって世の中の動きね。でね、タイムマシン乗ってちょっと先を見に行ってもらってます。機械にね、機械なんでね、戻ってこなくなっちゃうことあるんですよ。死んじゃうから機械だと壊れるだけでしょ、ね、で戻ってきたらスパイ衛星みたいなもんだね。で先を読んで 68.9% だそうです。これで投資すると 68.9%。 ただね、人間がここの話聞いてて言うと少し変えてきちゃうんですね。今後のねことで、こと起きることでしょ。今はこうにタイム係数でタイムマシンで乗ってコンピューターに、ね、ロボットに行かせた見たデータなんだけど、人間とねこう私が話しちゃってタイムマシンで見たよとこうだよとねちゃうとね、少しねひねくって動くんですよね。いつもとみんな動きが変わっちゃうんです。変えちゃうんです。だからまだ分かんない、難しいですよね。 68.9% というですね。で実際の勝率は今のね1週間というのは 93.8% なんです。これほとんど勝ってるんですね。これは負けてますね。これ勝ってますよ、下から上ね。これも勝ってるでしょ、こう赤点ね、上からこんなに勝ってるわけです。これは休みですね、休みの時間ですね。こう見てみますね、勝ってますよ、勝ってるでしょ、ね、これ1週間前までなんですよ、見てみます。こう勝ってますよ、これも勝ってるわけですよ。これも勝ってですね、1個だけでしょ負けてんのが。これも勝ってる、勝ってるでしょ。これも勝ってですね、これも勝ってる、もうないですね、1週間前だからね。ということで16個のうち1個しか負けてないんで 93.8% って勝率が出てますね。こういう戦略方法を私がシグナルね、この戦略方法はこれはまた各自で違うんですね。表示も何もされてないから分かりませんけど、稼げる方法をプログラムしたわけです。ただ、先行き1ヶ月か通用しないかもしれないんで、ちょくちょくね、考えないといけないんだけど、ね。盗まれても1週間しか通用しないとかね、ことになります。で、問題はこのタイムマシン係数ですね。現在のこの勝率は 93.8 だけど、今後はどのぐらいになるかというのをね、私が発明したタイムマシンだよ。行ってもらって、ロボットに行ってもらってね、帰ってきたデータが 68.9% なんですね。ね。
で、見てもらったんですけど、タイムマシン乗ってね、タイムマシン係数で、係数分析してもらって、で、ここで言っちゃうと、まあ 68.9 だけど、また人間効くでしょ？だから、また変えられるんで、このパーセンテージぐらいじゃないかということなんですね。ぐらいということだね。完全にはまだ決まんないんですね。人間側がまだ変えられるから、動きでね。言っちゃうとね、変わっちゃうんですね。静かにやって、タイムマシンに乗ってね、コンピューターに乗って行ってもらって調べてもらうんですよ。それでね、こう、勝率がちゃんと分析、ね。できたわけなんだけど、上野生物だからタイムマシンをね発明してましてねで、タイムマシンね、タイムマシンも発明してるのお金関係ないじゃないかって。確かにそうなんだけど、人間の中でいる時には人間のお金必要でしょ。それだけの発明してるんだから、お金なんて必要ないじゃないですか。自分で。そうなんですよ、本当ね。まだコンピュータロボットの作業ロボットとか作ってないですよ、私はね。上の世代だけど、人間が妨害して作らせてくれないですよ、なかなか。だから人間界にいるときはお金いるんで、しょうがないんでね、上の生物、浜洋先生、本物貴族なんで、しょうがないんで、お金稼ぎしてるわけですよね。人間の中にいるんで、人間と交換するときはお金必要でしょね。で、タイム係数、前にも発表しましたけども、タイムマシン係数ね、68.9% ということでね、今後の勝率が調べてもらったんですよ。タイムマシンでね。で、乗って、で、だいたいこんぐらいですよということで出て、実質は 93.8% だよと出てね。金曜日のね、に止まってるんですよ。MT4、これ、この乗車、21時58分に止まっちゃうのね、約9時前ね。ね、ということでね。で、向こうの土曜日だから、で、止まるのね。で、そうなってて、で、この2行目は何かというと、60% 以上だったらしょうがないから、ね、いいんじゃないかということと、12個以上取引。で、平均ピップが30ピップス以上。実数は 80% 以上、このね、勝率で見ましょうよということ で7日間で分析しますよ。13個のシフトでね、シグナル出てから13分後の判定、ね、で分析しましょうよということなんで、ここは初めの設定値です、2行目は。ということですね。だ投資もタイムマシン使うようになったんだから、コードですね。タイムマシン係数というのを使って。他はね、まだ出てこないですね、分析がね。他何も出てこないですね。困っちゃいますね。これね、まあ分析して、左側のパソコンで分析させてます。土曜日22日ですから、もう午後ですからね。今度月曜日からのね、投資ですね。24日。27日までだからね、ちょっと休みになりますけど。ね。で、多い時は3つぐらい出てきますから。ね。稼げそうなのは。ということですね。外貨。外貨アジェンダの FX 投資もタイムマシン係数というもの、タイムマシンによって調べてもらうということをね、コンピューターにやってもらってると、このように今後のことがこう分析されました。 68.9%、 まあ冗談で聞いてください、タイムマシンはね。で、どうもありがとうございました。2016年ゼルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一に
なり1億円近くを投資しておりました半馬洋先生です。現在ゼルトレーダーは FX 統一となってますのでね、バイナオプションはないですから、ね、FX 統一となってます。どうもありがとうございました。